モンマスコーの処刑を執行するケッチジャック・ケッチは、イギリスの死刑執行人である。イギリスでは、死刑執行人の代名詞と言われるほど、広く知られているが、その手際は、非常に不器用で残酷だったと伝えられており、1683年7月21日に、ライハウス陰謀事件で処刑となった、ウィリアム・ラッセル卿の処刑時には、斧の一撃による残首に失敗し、 成功するまで何度も振るったという。なお、ラッセルは、後年に冤罪とされ、名誉が回復されている。1685年7月15日にモンマス公ジェームズ・スコットの処刑を行った際にも、同様の残首に失敗し、続いて、斧を何度も振るうが、首は落ちず、モンマスは、首の肉を削ぎ落とされた状態でのた打ち回ったという。最終的には、斧ではなく、 ナイフで首を落としたが、あまりの不守備により、見物していた群衆から罵声を浴びた。23年間にわたって、死刑執行人を務めていたが、詳しい蘇生や老いたちは、記録が残っていない。しかし、処刑が行われるたびに、ケッチの名前は、イギリスの新聞などのメディアを賑わせたため、広く知られるようになった。1686年に死亡したと伝えられている。 ありがとうございます。